はい、どうも、はじめまして、バンプです。今回は、レッドカードキー10回検証をやっていきたいなと思います。あ、ちょっと待てよ。レッドカードキーは6回検証です。はい。はい、6回検証でした。今回ここね、頑張っていきたいと思います。まあ、レッドといえば、もうめちゃくちゃ美味しいイメージあると思います。そうでもないです。まあ、値段の方を見ていきましょう。こんな感じでね、10回250万だね、今。なんかちょっと高くなってるイメージある。まあ、250万で買えるんですが、レッドカード機の中に鍵部屋がもう一つあって、この保管室の鍵っていうものがあります。一応ね、レッド行く人はこれも一緒に買っとくようにしてください。で、保管室の鍵に関してはね、10万程度かな。まあ、12万ぐらいって感じの鍵になってます。一応この鍵の中に、このね、鍵を使う場所があるんで、まあ、後からね、紹介すると思います。はい。まあ、とりあえず今回ね、レッドカードキーどんなものが湧くのか。まあ、基本的に弾だったり、アタッチメントだったり、まあ、レドックスグラボ、まあ、貴重品、まあ、そういうのがね、湧くことがある感じかな。湧くことがあるっていうか、いっぱい湧いてるって感じです。はい。まあ、とりあえずね、一回オフラインで紹介した後に、オンラインでいけたらなと思います。はい。その前に、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。はい、ラボの方にやってまいりました。今回ね、レッドカードキーってことで、この円卓のとこの場所、左側行きます。まあ、バイオレットカードキーのね、向かい側になってるんですが、はい、ここを開けて、正面のね、この場所がバイオレットカードキー脇になっています。で、この向かいがレッドカードキーの場所になってます。で、ここなんですが、この本棚の間にね、何キーかわからないですけど、なんか脇があります、カードキーの脇。しっかり見るようにしてください。まあ、とりあえずね、レッドカードキー刺していきます。はい、スキャン。で、このレッドカードキーなんですが、こう開けた状態で閉めると、まあ、これどの鍵もそうなんですけど、閉めたらね、もう開かなくなります。なんでね、閉めないようにしてください。ここね、出るときもまあレッドカードキー必要になりますんで。はい。ここまず閉めたらマジでめんどくさいことになるんで、閉めないようにだけ気をつけてください。で、入ってすぐ左に玉脇があります。ここ全体的にあるかな、玉脇。あとは、こう、まあ、貴重品とかレア脇。まあ、今回医療脇が湧いてるね。で、この後ろの棚になんか、脇があります。美味しい脇かな。グラボだったり、そういう脇があって、あとは、まあ、机の上だったり、パッと見て。で、ここも玉脇だね。で、アタッチメント脇が、ありますよ。で、ここにもアタッチメント脇ありますよ、って感じの場所。だからめっちゃね、レッドだから美味しいってわけじゃない。で、中のね、この十何万の鍵。保管室の鍵なんですけど、ここの鍵になってます。中にね、貴重品だったり、アタッチメント。下とかに貴重品湧いてるかな。で、この上にもね、湧いてることがあるっぽいね。なんか湧いてんね、あれ。区内湧いてるっぽいよ、今回。で、このね、湧いてるかどうかの見方としては、このままジャンプしてね、何が湧いてるかは見える。っぽいね。いや、まあ下からもね、普通に取れるから、うん。これ標準合わせると取れるからね。ここで白く光らなければ何もないってことがわかると思います。はい。以上こんな感じ。レッドカードキーです。はい。ここはちょっとね、何回検証か忘れましたか。検証やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。え、これ開いてる？これってレッドは漁られてないよね。どう？漁られてないよ。あ、中元開け。オッケー。じゃあ、これ1回目のレッドだ。1回目レッド。で、レッドのここのキーはもうちょっと開けてもらって、先に。お邪魔ー。アーセナル。アーセナル。テトリス湧いてるじゃん。え。ラボやっぱ美味しいね。ここ開けれる？食べ物ないですか？あざす。まあ、中もアタッチメント脇って感じか。まあ、特にドラは今回あさり出していくんで、まあ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 こんな感じということで。レッドはこんな感じ。まあ、SPP ハウルとか始まるし。あっちで純正してるけど、こっちだけだね。行ってこい戦車行ったれ戦車行ったれ行ったれ
グレー飛んでる。ナイスナイスナイス。グレー飛んでる。レッド行きますね。いや、そっしゃ入って。奥銃声してるから、あと残り反対側だけだね。残り反対側にいるだけだ。あ、インテリ湧いてる。なんかインテリ時間大きい。めっちゃ多いね。さすがラブです。いや、バイオレットやっぱ先に開けられてるよな。よいしょ。BP。さあ、こう、壺脇。うんうん。OK, その、お願いして、一応ここもあれなんかな、レドック先あんのかな ?H2 オーツあんの。開けて特になさそうだね。はい。今回はこんな感じ。美味しいね。レッドも。まあまあ。元取れるんか知らんけど。レッドも、ついでに。え、閉めた？閉めたらもう一回使わないと出れないらしいからね。あらら。残り2回です。開けてー。開いた？開いてんの？クリーン。お邪魔。まあ、こんなもんか。おっしゃ。こんなもんですね。レッド3回目が。な、特に美味しくなかったんだよ。レッドは。レッド行っちゃいましょう。4回目だ。4回目レッド。あさられてはなさそう。よし。シャープネル。弾がいっぱい湧いて。出て、バッチ。さあ、お、ピターピター。そう、戦ってんね。ペロペロ。はいはい。ただ、アタッチメントだけ拾っていきましょう。弾分けをね、しっかりと。で、回復。またこんなもんですかね。ここはもうないもんね、わっき。OK。じゃあ、今回こんな感じです。まあ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 。開けていくわ。はい。バイオレットが、レッドが、5回目だ。レッド5回目。右にレイダーが湧いてる。レッドが一番元取れんかもしれんね。うん。高い、高いだけ、打った方がいいね。それかもう使わず、記念に残しといた方がいいか。これさ、レッドってあれだよね。絶対これ、レッドじゃなかったら、高くないよね。色が赤ってだけで高い。ああ、中だ。すいません、中のあれもお願いします。はい。おはようございます。まあ、おー、樹脂も開いてる。うまい。もうすぐ、なんか怒ってます。まあ、ぴったりあったね。3BTC もあった、最後、あそこに。美味しい。弾美味しい。わけでもないのか。OK, じゃあ、レッドが、6回目かな。やっていこう。なんか弾少ない、いつもより。こんな時もあんだ。銃声しないね、今回。はぁ!MB 来た。マイコン来たわ。ナイスナイス。ナイス MB。ラボ限定アイテムの一つだ。
その声でレドックスかと思う。いやいや、レドックスでしょ。MB なんてレドックスでしょ、もう。ね、レドックス、みたいなもんですよ。で、上になんか、部屋は決まるらしいから、しっかり見て。あんねん、大丈夫。OK。さあ、ということで、こんな感じ。いいね、美味しい。美味しい。はい、ということで、いかがだったでしょうか。レッドカードキーだったんですけど、総額の方は約161万ルーブルということになりました。まあ、6回で161万なら、まあ、元は取れるのかなという感じの場所です。はい。ね、バイオレットもね、近くにあるんで、あされてなかったら美味しい場所になってますんで、ぜひとも皆さん行ってみてください。多分ね、レッドがめちゃくちゃ美味しいイメージしてる人結構いると思うんですが、ラボの、鍵部屋の中で言うと、そんなに美味しくないんだよね。下から数えた方が早いぐらいの場所なんで、知れた方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まあね、今回運が悪かったんだけど、テトリスが湧いてたあそこら辺とかね、グラボだったりビットコインよく落ちてますんで、やっぱあそこはちょっと期待値は高いかな。レッドカード機の中で漁るときに。ってことで、また別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンクのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。